今回はこちら、イギリスの金のお守りの競走馬、グリーンデザートを見ていきたいと思います。了解です。それではレースを見てみましょう。それでは先頭から先手を取ったのはグリーンデザート。少し間が空いてストラダクロシェ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。グリーンデザート先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あと 200m、 後続ははるか後方。2番手はエンブラ、グリーンデザート、この馬で決まりか。グリーンデザート強い強い。グリーンデザート圧勝ゴールイン。2着はエンブラ、3着にアポジットパッサー、勝ったのはグリーンデザート、見事な勝利です。前はグリーンデザート、グリーンデザート、さらにリードを広げました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。グリーンデザート先頭、2馬身から3馬身引き離す。残り 200m を通過して、一気に後続が襲いかかってきた。2番手はファストトパーズ、グリーンデザート差を広げる。先頭はグリーンデザート、1着でゴールイン。2着はファストトパーズ、3着にティートデライト、勝ったのはグリーンデザート、見事な勝利です。ということで、グリーンデザートが出走した1985年のレースをご覧いただきました。今回は2歳の時のレースよね。そうですね、成長型が早熟でしたので。なるほど。史実での競争成績は14戦5勝、うち G1 レースはジュライカップの1勝のみのようです。1勝のみといっても G2 や G3 のレースも勝ってるし、実力はあったんやろうね。イギリス2000ギニーは2着でしたけど、1着がダンシングブレイブですからね。それは仕方ないわ。出走したレースは短距離が中心だったみたいですね。3歳で競走馬を引退した後は守護馬となりますが、パパであるダンチヒの後継守護馬として大活躍し、3区のステークスウィナーは97頭以上、繁殖牝馬の父としても75頭以上のステークスウィナーを送り出しているそうです。めっちゃすごいやん。グリーンデザートと同じく3区も短距離を得意とする競走馬が多かったようで、世界各国の短距離の大レースで活躍したみたいです。日本でも活躍した競走馬がおるんかな。日本だと98年の高松の宮記念を勝ったシンコフォレストが有名ですかね。2011年に受胎率低下のため28歳で守護馬を引退し、2015年9月に老衰のため32歳で安楽死の措置が取られたそうです。結構長生きしたんやね。では今回はここまでです。それじゃあ、またねー。